ムーの基礎知識に太陽の道。三上さん、太陽の道について教えてください。はい、これはですね、もともとですね、これはいわゆるその日本、まあ、特に奈良盆地のですね、その神社遺跡が直線上に並ぶというところから実は発見されたというか、写真家の方がですね、小川光三さんという方が、まあ、独自に命名した言葉なんですね。で、特にその北緯34度32分というこの緯度、このラインがですね非常に重要であると、まあ、これは緯度ですよね、まあ、ここに出てるのはまた別のラインですけれども、いわゆる東西もしくはその東北と南西に伸びる直線でですね、その有名な神社がどん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 ライン上に乗ってくる。有名なところでは出雲大社、それから美保神社、諏訪大社、香取神宮、鹿島神宮というラインなんかも、まあ、多少の幅はあるんですけどね、そういうラインが、まあ、見つかっていると。でしかもそれは神話、日本の神話から見ると非常にこう、例えば今の例で言うと国譲り神話みたいな登場する神々が出てくるんです。それが全部祀られている。で、東と西で征服された方と征服した方っていうでしかもその端っこ同士の出雲大社と鹿島神宮の本殿っていうのはその拝殿に向かってそっぽ向いてるんですよ。でそのライン上で出雲大社の方は西を向いている、鹿島神宮の本殿は東を向いている。本来はあれですよね、北の方、南です、まあ、拝殿の方の、まあ、南ですか、こっちです。まあ、言ってみれば出雲大社は大国主の御事で、鹿島神宮は竹三日月の御事、竹三日月の神、これは、まあ、相手側との総大将なわけですね。そうですね。で竹三日月の方が勝って、まあ、天孫族がこの国を治めることになるんだけども、その敵同士が、まあ、言ってみれば本殿で、まあ、背中を向けてそっ向き合っているという、よくできてますね。そういうことで向きは違うわけなんですね。そうなんですよ。だからそういう、そうなんですか。はい、拝殿と本殿の向きが違うのはその出雲大社と鹿島神宮しかない、うん、ないです。基本的にあれ北斗神拳と言いますか、北に向かってこう祈るって感じにできてるわけですよ、うん、向きまで結構バラバラバラだったりするんですけども、北斗神拳北向きの方が多いですよね、はい。そういうふうに考えると、その世間ではその意識してそこに建てられたっていうふうに考えられているんですか。まあ、神社の場合には、はい、当然ながらその社殿を作るわけで、はい、まあ、今言ったように意図的に配置可能なんですよね、はい。ただそういった場所がですね、古代の遺跡であったりとか、はい、岩倉であったりとか、はい、まあ、聖なる山だったりとか、はい、そういうところが、まあ、偶然か何かもうそういうのきれいに並んでたりするので、はい、まあ、非常にこう、まあ、偶然とはいえ、はい、非常にこう神秘的な感じがするんですね、はい。じゃあ、僕もね、その知り合いの方に出雲大社の分社ね、茨城県にあるもの、また比較的あそこ新しいじゃないですか、はい、作ったのが。だから、やっぱりそのラインに乗ってるんですよ、あるラインにね。だからその宮司さんに、うん、ここに出雲大社の分社を作るときにどうやって場所を決めたんですかって言ったら、怖な質問ですね。聞いてみたんですよ、それ聞きたくて。その全く何の計算もなくて、ただ神様が、まあ、3か所ぐらいこう候補があったんですけど、神様に聞いてここだっつってすごい、なんか札がバーッと落ちたらしいんですけど、うん、でそこで行ったらビッチに乗ってたライン、神の競輪ですよ、ね、すごいな。だから一つ、先ほど三上さんおっしゃったように、もう昔の人はその非常にこう天文とか詳しいので、うん、方角に詳しくて、そこでしかも測量の技術も相当高かったですよね昔。そうね、はい、巨大な古墳なんか作ってますからね。そうですよね。だからそういうふうに計算して作ったっていうことも一つでしょうし、先ほどちょっと話しましたけども、ある掲示があってここに立ててみたらピタッと乗ってたっていうね、うんうん、っていうのもあるわけですよね。両方あるんじゃないかなと思うんですけど、実はそれは一体なんですよ、はい、その
高度な技術を持っていた建築集団なり測量集団と、その神秘的な能力を持っている集団、まあ言ってみればいろんな儀式をやる、まあ先ほどで言った神職のような組織っていうのは実は同じなんですよ。例えば有名な秘密結社フリーメイソンなんて建築集団かついろんな密技というかオカルトというか、まあそういった能力に長けた人がまあいたりするわけです。だからそういうのは非常に密接に関わっているという。サルさん何か質問ありますか。それって人間だったんですかね、昔のそのいろいろね、その配置した人っていうか、まあいろいろ考えられますけど、いやなんかその地球外生物っていうか、なんか宇宙人とか、なんかそっちも考えられるかなとか思ったんですよね。上から見たみたいな感じですね。そうそうそう、まあ、神様っていう視点もそうですし、なんかそういうちょっと人類じゃない生物みたいな、なんか宇宙人みたいな。面白いですよね。一昨年ぐらい前にね、あの一昨年ぐらいにあったあのピラミッド5000年の歴史なんでね、なんかピラミッドの配置なんかもやっぱりラインにきれいに乗ってるっていう話でね、あれなんかやっぱり地球人っていうよりは地球全体見えてる人がね、そうですよね、作った気はしますよね、しますよね。だからそうかなと思ったんですけど、まあどうなんですかね、どうですかね、そこまでそういう説、まあ宇宙人が関与したんじゃないかっていう、まあそういう説の有名なその宇宙考古学という呼び方はするんですよね。その古代人 の, その文明、まあ、いろんな建築をするにあたっての技術を与えたとか、まあ、それが異星人であるっていう、やっぱりあるんですね。妙に納得しちゃった。何かありますか、はい、この富士山と出雲を結ぶ北緯35度21分のラインなんですけど、地理風水ではその土地が肥沃で快適に過ごせる場所っていうのが北緯30度から40度の間って聞いたんですよ、はい、ということはこの35っていうのはもうまさにちょうどいい、ね、そうですね、まあ、特に日本列島っていうのはね、非常にこう、はい、まあ、地震は多いんだけれども、風水的に見るとですね、まあ、非常にこうエネルギーがある土地だって考えるんですよ、風水の世界では。まあ、もちろんその地震によるそのリスクはあるんですけども、逆にその大地としては活性化していると。でまたその北緯、まあ、非常にこう、まあ、周りが海に囲まれてですね、気候的には非常にいいところなんですね。あれですか、さっきサーレさんがおっしゃってましたけど、地球規模でもしやってたとすると、日本の何かの遺跡が海外の遺跡と同じライン上にあるっていうような例はあるんですか。ですね、この太陽の道いくつかあるんですけれども、はい、この東西ラインではないんですけれども、この太陽の道が話題になった時にやっぱり朝鮮半島でもあるんですね、韓国版の太陽の道みたいなのがあって、それがこう日本 の, その太陽の道 と, ちょっと関係あるんじゃないかということで、まあ、当然ながらその国っていう概念は極めて近代的な概念なんで、まあ、古代においてはそんな国境なんて、まあね、まあ、島だったらあれでしょうけども、ほとんどなかったわけで、そういったその地球的規模の風水の考え方だとか遺跡の配置っていうのは当然ながら全世界に及んでいたと。